と思う、そんな、まあ、間違ってんねん、なんかまさきも、うん、はい、そうです。なるほどね。そうなのか。ずるい、ずるいと思います。どう、夏だけのずるいとこ、他何ある？他ずるいの誰？他ずるいの熊井さんです。熊井どういうずるい？熊井さんは何しても可愛くて何喋っても可愛くて、すべ、うん、てが可愛くて、うん、もう一緒にいるのが恥ずかしくて、なんでやねん、なんで恥ずかしい、でかいからか、もう劣等感を感じちゃうんですよ、自分に。関係ないです。で、一緒にリハーサルとかしてる時に、うん、鏡に映るのが恥ずかしくて、私熊井さんが近くに来るとマスクあげるんですよ。だからしてたの。え、顔が赤くなっちゃうんですよ、熊井さんが近くに来ると。そう、で、みんなにそれでなんか昔に梅干しみたいとか言ってバカにされて、そっからすごく恥ずかしくて、熊井さん来ると顔隠したりとか、わざと下向いたりとかしてます。なんなんそれ、本当にすごいんですよ。へえ、すごいね。あ、そう。はい、前って何歳やっけ、もうあいつ。いや、でも私の1個上です。19 18歳です。19歳。8月の、もう8月に誕生日迎えるんで、8月3日に誕生日迎えて、うん、年が1個上がります。どっちが今、今は18同士。いや、私17歳です。まだ17歳なんですけど、うん、熊井さんは8月3日に19歳になります。なるほど。はい、その通りです。その通り。え、でも私もすごい新垣さんが大好きなんで、はい、はいはいはい、はい、新垣さんはすごい出さないんですけど、うん、すごいツンデレなんですよ。あ、そうなの。すごい、まあ、ちょっと確かにあれだよな、いつもな。はい、なんかすごい、なんかなんだよとか言うんですけど、うん、すごい内心では喜んでると思うんです。え、それちょっと思ってないよ、思ってない。私が、あの、なんだよって言うんですよ、カナナンとかに。カナナンとかに、うんうん、もうとか言って、うん、でもカナナンふざけてると思ってまたふざけ返してくるんですけど、うんうんうん、本当に本心から言ってるんですけど、気づいてくれないんですよ。いや、違うと思います。え、違う、違うくない、違うくない。でもたまに、うんうん、新垣さん、生田さんのこと好きなんだなって思う時はあります。だからそれはみんな先輩たち、みんな別にそう本気でこいつこの野郎と思ってる人は誰もおれへんよ。ハロー同士やしさ、ただ今の状況の中で、まあ、ほんまちっちゃい子犬がさ、足元ひがみついてこうなってる時は、まあ、あーと、まあ可愛いけど、まあって思うけどさ、うんうん、大の大人がそれなりにこうガーって来たら、もうお前、今うるさいって。いや、でもこの前すごいメールした時があって、うん、最長時間メールしたんですよ。最長時間メールした。最長時間、今までやり取りしたってことですか。はい、今までやり取りした、はい、なんか朝の6時半から夜11時までメールして、はい、でも好きだったら、うん、その私だったら熊井さんの寝る時間を削ってしまったらどうしようと思って、あえて気使ってね。できないです、そういうこと。でもメールやったら、まあ、もう次の日になったら次の日になったらいいんじゃん。ああ、なので、まあ、その続けてやらないようにしたりとか、なるべくの時間を気にして引いたりとかしてます。私は引かないです。あ、もうガンガンな。なんかそういうこともゆる、そういうことして、うん、しかも言って、新垣さん大好きとか、うん、許されちゃうエリちゃんがずるいなと思います。ああ、なるほどね。今日のね、まとめね、はい、いろいろやりましたけども、はい、ね、まずだから、あの、いい意味悪い意味で、まあでも個性は、まあ伸ばそうということですよ。だから、まあその佐藤の、その、わけわからんところとか、まあ生田のその、押し押しなところとかね、昔のその福田のその、はい、あ、シンデレラはいつ頃まで継続すればいい。シンデレラはまあまあ好きなようにしてていただいていいんですけど、はい、でもその昔の空気とかね、はい、まあそれはそれでいいんですけどっていう、それはもう個性伸ばすってことですよね。で、まああとはまあちょっと、あの、夏焼きは、たまには人に気を使って。いや、使ってるんですよ、はい、使ってるんだけど、でもこんなに怖いって言われこんなにキャプテンが胃が痛くなり、ね、それはもうそれで直すっていうか、気を大人になる。大人になるってことはやっぱり、あの、人に合わせるっていうところが出てくるわけ。大人になれてないからまだ合わせないんです。だから、まあ KY と言われても突っ走られるわけですよ。